しんちゃん、おったいてんらひろみです。食欲の秋ということで、今日もベトナムの食を感じに来ました。今日はね、ベトナム旅行スタイルです。もうこのままベトナムに行けちゃうぐらいのスタイルで、で今日ね、行くところはちょっとね、ここにヒント書いてます。どれだろう。これね、ベトナムのホーチミンで買ったユニクロのベトナム T シャツです。ベトナム限定のユニクロ T シャツ。ここら辺かな、ヒント。というわけでちょっと行ってみましょう。こっち。じゃん、こちらです。今日はね、キッチンカーのベトナムです。ちょっと違うな。キッチンカーのバインミー屋さんです。バインミーリエン、本場最後の味、バインミー4ということで、キッチンカーで作っているベトナム風サンドイッチのバインミーが楽しめるということで、ここ松本清にやってきました。キッチンカーということで、私ね、もうちょっと大きいキャンピングカー想像してたら、これぐらいのコンパクトのね、可愛いキッチンカーです。ノンランもあるし、ランタンもあります。ここでね、バインミー食べたいんですけど、とりあえず頼もうか。こんにちは。というわけで、せっかくなのでお店の方にお話聞いてみようと思います。こんにちは。ここはバインミーリエンというところなんですけど、リエンさんなのでバインミーリエンだそうです。皆さんこんにちは。私今日ね、三鷹市ってなかなか来ないんで、こう初めてじゃないけど初めて来たんですけど、いつもここでされているんですか？月だいたい2、3回ぐらいですね。じゃあキッチンカーだから、いろんなところでされてて。世田谷がメインなんですよ。なんでキッチンカー始めようと思われたんですか？奥さんの方がちょっとバインミーを作りたいと。でお店出すのは、このご時世なので厳しいかなっていうので、キッチンカーだったら手軽にできるだろうと。実際手軽でしたか？いや、実際ね、やっぱりね、手探りなので苦しい時もありましたね。この中に全部材料とか入れて運んでとかなると、なんかすごく準備とか大変そう。奥さんの方が全部やってるんですけども。さすが本場の方が作った本場のバインミー。あ、大変ですけど、でも好き、仕事です。あ、素敵。もうそういう言葉聞けただけで、なんか今日一日明るいです。奥さんはどちら出身の方なんですか？ホーチミン。ホーチミン、あ、じゃあ南部の方の、南部の方のホーチミンって、ホーチミン1個しかない南部です。お話聞いてたらね、お腹空いてきたので早速いただきたいんですけど、めっちゃ種類あるんです。人気、おすすめ、人気っていっぱいあるから、どれがぜひ食べてほしいっていうの。うちのお店、ベトナム人来てくれるんですけども、大体買っていくのはパテなんですよね。こちらの、レバーパテを使ったバインミーなんですけども、この間私もお家でね、レバーパテ使ったらめちゃくちゃベトナムの味になったから、やっぱこのパテ系好きなんですね、ベトナムの方で。このね、バインミーね、日本人に合わせてるんじゃなくって、もうリエンさんが本場の味そのまま、もうベトナムの味のまま持ってきたということで、もうここね、松木用だけどもうベトナムになってます。じゃあせっかくだからね、これいただこうかな。もう一個お願いしたいんですけど、スペシャルだといっぱい入ってるんだ。じゃあこれにしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいずっしり。あ、めっちゃ可愛い、キャンディーみたいなバインミー。ここキッチンカーだからね、一応テイクアウトだけになってます。ここでね、本当は椅子、机、ポンってしたいけど、それできないけど、すごい美味しそう。バインミー屋さんなのにね、フォーとか春巻きもある。あ、見て、バーバーバーもある。お酒も、お土産もあるよ。これ私ベトナム行ったら必ずと言っていいほど、なんか初めての人、初心者向けお土産はこれ買います。ベトナムコーヒー 3-in-1。 3っていうのはね、コンデンスミルクと砂糖とコーヒーが一
一つに入ってるってやつ。最初分からんかったよね、ベトナムで見てさ、3って何が3なんだろうって。いや、俺すぐ分かったけど。分かった？ハーです。はい、ありがとうございます。いっぱいありがとうございます。よいしょ。はい、というわけで公園にやってきました。一応ね、お店がテイクアウトだったので、お店の前で食べちゃあれだから、公園でちょっとちっちゃい公園見つけたので、ここで公園でベトナム料理ってなんか良くないですか。あ、答え合わせ、今日ねこれでした。バインミーサイゴン。あ、そのまま本当にサイゴンのバインミーです。バインミー、このベトナム人の方が書いてくださった日本語って感動しません？お、あ、めっちゃね、パンがめちゃくちゃパリパリパリ、なんていうの、硬いの、めっちゃ硬いです。すごい硬い、ちょっと触ってみてよ。え、硬いでしょ。パテです。あ、ナマスたっぷりのチリソース。一応唐辛子はね、抜かしてもらいました。そういうね、量もちゃんと調節してくださって、いろいろね、細かく調節してくださるみたいです。じゃあ、いただきます。うん、パンパリパリ、あ、ナマスの存在感すごいね。のパンパリのナマスのカリのレバーペーストジュワのなんか食感がね、サクパリふわふわみたいな食感がすごいねあるから、パンってなんか飲み物ないと口の中なんかすごいじゃないですか、すごい乾くじゃないですか。でもこの食感でなんかパク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 いける感じです。うん、おいしい。こちらはスペシャル。わあ、めちゃくちゃ入ってます。ベトナムハムとチャーシューと、あとこの鶏の裂いたやつが入ってて盛りだくさん。ベトナム感じるもの全部詰め合わせましたセットですね。あ、そしてね、このパンがすごくね印象的で、あのインパクト握ってるみたいな、インパクトってね、ずっしり重いとしっかり入っていく、そのインパクト握ってるみたいなこの硬さ。鶏の後味がすごくてね、なんか味噌に連れてってくれるって感じ。鶏のこの裂いたやつ、なんかね、日本人に分かりやすく言うと、こうスルメイカを食べてる感じの後味。うわ、すごい詰まってる。フォーガーです。ガー、鶏肉です。うー、すごい。これちゃんとね、机あるとこで食べた方がいいですね。鶏肉とベトナムハムも乗ってます。鶏の脂すごいね。鶏の味美味しいね。うん、うん、あ、ちょ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 、パクチー効いてて、このね、ベトナムハムすごい美味しいの。ハムとね、一緒に食べるだけでなんか味の世界が変わる。南部の出汁だからなのかな、この甘みのある出汁、やっぱ、ね、甘い方がね美味しいじゃないですか。この鶏の出汁と鶏の油と甘い出汁、これぞサイゴンフォーガー。うん、美味しい。立ち食いそば食べてる気持ち。そしてゴイくんです。生春巻き、詰まってます。
春巻きの皮にねめっちゃ厚みあって弾力あって噛み応えあって、でソースがなんか私がいつも食べるようなソースと違って、私ね味噌系だけどこれはコチュジャン系なのかな、ちょっとなんか辛みがある感じのソースでなんかさっぱり食べれる感じ、うん、食欲の秋にはぴったりですね。ゴイくんってやっぱり夏食べたいから、ちょっと今日ね暑いからちょうどいい感じです。ごちそうさまでした。というわけでバイミーレーンのバイミーとフォーと、もうベトナム料理を公園で食べてきました。やっぱ外で食べるのって気持ちいいし、ちょっとベトナムを思い出す感じ。でもバイク通ってないけどね、それでも外で気持ちよく食べる食欲の秋をベトナムで、いや日本だけど感じることができました。ホーチミン風のバインミーということで、しっかりこうベトナムハムにもお味ついてて、レバーペーストもベトナムだし、フォーガーの甘めのお汁と鶏のお出汁もとっても美味しかったです。バインミーレーさんはあのキッチンカーだから、いろんなところでねこう出張っていうか毎週のようにいろんなところで売ってあるので、もしお近くで見つけたらぜひバインミーを楽しんでみてください。というわけで今日はですね、ここの松本清からお伝えしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ヘンガプライオービデオティプティアンね、食欲の秋。